あ、そちらの細い、細いのですね。これが新緑に入って素晴らしかったですね。もう少し1週間ぐらい前だと良かったですかね。10日ぐらい前、ね、1週間ぐらい前、ね、今でも結構いいですけどね。もっと良かった。私の間は1年間で一番どの季節がいいかというと、はい、あの今の季節が一番好きでと。次が新緑ね、この紅葉、うん、桜は人間が多すぎてダメダメ。でも桜の子ってまだ寒いでしょ。ちょっと、うん、そういうことはありますね。ありますよね。今がやっぱり、はい、あの気温もね、ちょっとこちら、ちょっと、あ、どうですか。どうも。また今度、うん、ね、すごい人だなと。え、なんかに使われる。あ、私ですか。いや、私はあの旅してんですよ。あの司馬太郎の、あの街道を行くっていうのが大ファンなんだわ。それで秋田県散歩っていうのを書いたんですよ、司馬太郎が。その中で、あの、まあ、ここには来なかったんだけれども、数の真似なんだけれども、その延長で今や、あのこういう感じで、あのガイドの方をお願いして、あのここをちょっとあれだな、あの記念にちょっとガイドの方にと散策したのを、あのちょっとビデオに撮りたいななんて思って。すごい方なんで。いやいや、私は全然そうじゃないです。あの先生ですよね。案内組合であるんですよ。それに入って、それでやってます。暮らしぶりが参考になってから、ちょっとね、日頃の暮らしにちょっと自分の暮らしと移住して無駄がないちょっと生活をね、まあお気をつけて。どうも。